YouTube で毎月10万円稼ぐ。どうやる？正解は動画説明欄をチェック。タイトル横の三角ボタンをタップ。続いての証言はこの方。YOSHIKI さん。YOSHIKI さんからの証言何でしょうか？こちら。僕のような一般人には、いやいやいや、ガクトの全てが不思議。僕のような一般人には全然一般人ちゃうから。YOSHIKI が言ってることが不思議。逆に YOSHIKI さんの不思議なとこって。もうね、まずどこでスイッチが入るか分かんないから、もう僕からすると、おもちゃ箱みたいな人で、とにかく面白い。面白い、本当に面白くて、でなんでそこで切れんのかなとか。あ、切れたりする。普通切れるって、はい、理由があって切れるでしょ、はい、でも YOSHIKI の切れ方ってちょっと違うわけ。 YOSHIKI、はい、はロスで焼肉食べててみんなで YOSHIKI 遅れてきたわけ。 YOSHIKI、はい、焼肉食べるって言ったら、いやもう食べてきたから大丈夫だよとかって、でスタッフ気使ってるから、うん、また別のスタッフが来て、あのお肉注文しますかって、いやあの食べてきたからもう大丈夫だよって、また別のスタッフが5分後ぐらい来て、ちょっと嫌な感じですよね。YOSHIKI さん、お肉何か食べますか？いや食べてきたからもう大丈夫だよ。また10分後ぐらいに来て、YOSHIKI さん、あのお肉何か食べますかって言ったら、YOSHIKIがそんなに食べろって言うんだったら食べるよって。僕らが言っていいのかどうか。いやいやいや、そこ切れるとこじゃないでしょ。いやだってみんな食べろって言うからさ。いやいや気使ってんだよみんなさっつって、で食べて、食べてきたって言うんだけど結構食べるわけ。食べるわけなくなるじゃない。スタッフ気使ってくるでしょ。ね、YOSHIKIさん、あのおかわりしますかって、食べろって言うなら食べるよ。YOSHIKIの面白さは多分ね 2% ぐらいしか世の中に伝わってないと思う。そうなんですか。あの一緒のバンドのメンバーが YOSHIKI、はい、と写真撮りたいから GACKT とちょっと言ってくれるって、自分で言えよって、言えないよって、やっぱみんな気使うわけ。 YOSHIKI、はい、さあのメンバー一緒に写真撮りたいってって言ったら、自分の髪で無理無理無理って隠すのよ。って言った後に、こごめんねとかって。全然イメージない。おかしいでしょ。何にも隠れてないんだよ。乗れんかっつって。隠れてるの自分の視界だけだ。ここだけ。何やってんのって。この前あのロスに行った時に、食事する場所に行ったYOSHIKIさんがいて、ちゃんとあのご挨拶はしなかったんですけど、ずっとにこやかに食事されてて、すごい雰囲気良さそうだった。すごいよ、食事中の切れ方とかも面白いんだよ。どう？タイ料理食べ行こう。僕タイ料理大好きだから。タイ料理ってどんな料理って。いやタイの料理としか言いようがないんだけど。あでも結構食べるよ。知ってたら聞かなきゃいい。で食べに行って、で出てくるでしょ、パクチー乗せたわけ。僕結構好きでバーッと食べてたら、ガクトさん、それ美味しいの？いや美味しいよ、食べてみなよって。そうだねとかってパクッと食べた。止まれるの？パクチー嫌いなの？避けりゃいいじゃん、パクチー避けようよって。乗ってるからさ。いい人なんだな。さあ続いての証言こちらの方。来ましたよ。来ました。はい、僕あのガクトさんにホームパーティー、さっきお話ししてた、お呼ばれして行ったんですよ。で本当にそのもうすっごい人の数で、レストランみたいな感じなんですよ。レストランな感じなんで、本当シェフの方とかいたりして、ですごいトイレが混んでたんですよ。なかなかトイレがこぼってないよ。まあな、そんだけな、
80人来たらさ、そうなんだよね、すごいね。ほんでそれでもう一個あるっていう感じで、なんていうんですかね、いけないとこっていうか、そのみんなが本当プライベートな感じ、ちょっとプライベートな、お客様に行かせるべきじゃないですか。そうなんですよ。で行ったらそこがもう迷宮みたいな感じで、出てこれねえじゃん。そうなんですよ、表現悪い。マジっすか、俺これ以上先行ったらもう出てこれないからこれ言えない、穴が嘘じゃねえよ。本当に迷宮や、迷宮しゃれてるぜその言い方がしゃれてねえよ。これは家のどこに当たるわけですか。これはベッドルーム。えっ、そこじゃないの。どこに、ベッドルーム、ベッド、奥がベッド、奥にベッド見える。2時間しか寝ないのに。最初はね、ちょっとうるさくて眠れなかった。なんで豆こそって出る。ザーって滝なの。加湿器。うわすごい。ワインセラー。うわすごい。これすごいね、これ。ワイン大好きで。これ何本ぐらいの、これ。でも今多分 4,500 本ぐらいしかなくて。いやいや。普通家にね5本あったら5本もあるなと思うぐらいですから、ね、一番高いワインっておいくらぐらいする。ああでも誕生日プレゼントにもらったやつがやっぱ一番高いやつで250ぐらい。うわうわうわ、どういう時開けるんですかそれ。なんか彼女ができた時に記念にその彼女の誕生日に開けてあげようかなとか。一緒に言ってみ、言ってみ、彼女が…あ、何だこれ。家、家の中にジムがあって、へー、バンドのメンバーとか、はい、スタッフとかアクション俳優の仲間とかが集まってみんなで一緒にトレーニング、はい、自分家の道場で、道場こんだけのね機械が自分家に揃ってるってすごいよ。すごいね。みんなんちあるにしてもなんかこんなんとかや。あ、AV ルームみたいな。ロビー。ロビー。ロビー。リビングとかっていうじゃなくてロビー。大吾さん言ってたの間違いじゃないね。本当だね。迷っちゃうよね。いちいちこんなあったら。甲冑もあるけど。マイ甲冑。マイ甲冑。やっぱり有事には一家に一台あった方がいい。表で戦わなきゃいけなくなるから戦じゃつって、そんな時代じゃないからさあ続いてはスタッフの方からの証言。ガクトは雪山で遭難し死にかけた。何かの撮影とかでね。いやじゃなくて、なんか夜中にドライブしたいなって、うん、昨日思っちゃって、はいはい、モービル乗って、はい、1時間半か2時間ぐらいずっと池山走ってて、はい、で崖から落ちた。でも生きている。今ここにいるからね。落ちて焦ったんだけど、それはねみんな焦ると思います。モービルを思っちゃったしさ、とりあえず遭難グッズいつも持ってるわけ、常に。あの携帯、その食べて栄養のあるものとか、シーバーとかも、はいはい、でとりあえず携帯出して連絡しようと思ってパッて出したらタバコだったのね。生きるためにはあんまり関係ないよね。あれと思って、思いますね、こ、あ、こっち今あるわと思ってタバコだった。どんだけ数年とダボタバコ。とりあえず嫌な予感するから、うん、全部出したら、ね、タバコが8箱入ってた。ボケもいいとこじゃないですか。これまずいと思って。いや相当まずいですよ。こう探したら、うん、一応ライター1個あったから、はい、とりあえず一服しとこう。死んだ。まずい。まあもうそれしかない。そこからどれぐらいかな。2時間半か3時間ぐらいかけて山頂登って。歩いて。歩いて。でも遭難したら上行けって言う。上ほら上が尖ってるでしょ。うん、下行ったら広がって見つけられないけど。わかりやすい。とりあえず上に上に。で作業する小屋、はい、あって、うん、無線機見つけて、うん、でその山自分の山だからみんな知ってるわけよ。僕が自分の山別に夜中ドライブしても大丈夫だろうなと思って、うん、崖から落ちた。それで登ってってで無線機で回して作業スタッフも知ってるからガクトだけどってよかった。
すごいね。でモービルの音が2台うーんって聞こえてきて、外出たら光がこう向かってくるわけ。うもう助かったと思って。でも豪雪なの、うん、何にも見えない、でも光だけがこう回ってきて、はいはい、こっち来るでしょ、はいはい、立ってたわけ、はい、スーンこんなに焦ったことない。ああいう時って人間ってやっぱ声出るんだなと思って、うん、おいって でももう行っちゃったから、次の位置で外したらもう終わると思うから走ってって、自分の人生で出したことはないぐらいの大きな声で助けてくれ。YouTube で毎月10万円稼ぐ、どうやる？正解は動画説明欄をチェック。タイトル横の三角ボタンをタップ。